innovation and also protect the food without any limitation of a period of development and research. This might be an obligation or historical or duty for the company to show the best of the best shoes in the world. 通常の靴では見られるさまざまな制約をすべて取り除いた状態で最高のパフォーマンスが発揮されるシューズを作ろう。これがメタランプロジェクトの概要です。いろんなところから出てくる要望を一つにまとめる、あとそれを生産上に問題ないようにしていくというところで、通常よりも長い期間をかけて数多くのサンプルを作ったりだとか、パーツのサンプルを作って確認していく、で最終的にものにしていくっていうところが大変だったと思います。 XDEL は3つのパーツからなっております。それぞれ必要な機能、クッション性、反発性を必要な箇所に配置してそれぞれの機能を発揮できるようになっております。メタクラッチはそれぞれ人によって違うヒールの形状に対して柔軟にフィットします。でそれによって安定的な走りを実現することができます。形をデザインしたのではなくパフォーマンスをデザインしました。ジャガードメッシュに今までにないメッシュの形状を入れることがチャレンジングでした。今回のプロジェクトでは全ての機能であったり構造、パーツを見直しました。クッション性を求めていまして、足に負担のないような、そしてなおかつ軽いシューズというのがあればいいなというふうに思っています。アダプトトラスは長時間走った時の地面からの突き上げを重要な安定性はキープしながら緩和してあげるっていうような効果があります。フライトフォームはアシックスが独自に開発したアシックス史上最も軽量で耐久性を有するフォーム材です。フォーム材の開発の中で最も困難な軽さと耐久性を両立させるというのは非常に難しいことなので、それに対してはすごくチャレンジ、やりがいのあった仕事だと思っています。シューズの重量を軽減することでお客様がより楽しく長い間快適にランニングを楽しんでいただくことができます。今回のメタランというのは、長距離のランニングにおいてランナーのパフォーマンスを向上させうるものを作り上げれたと思っています。それを支えてくれているのが過去にない軽量性と全く新しい安定性、そして極限まで高めたクッション性とフィット性だというふうに考えています。ランナーの状態に合わせてそれに対応したパフォーマンスを発揮してくれるという意味でも全く新しいプロダクトだと思っています。